1940年、アメリカ合衆国大統領選挙。1940年、アメリカ合衆国大統領選挙。1940年、アメリカ合衆国大統領選挙。A. United States Presidential Election.1940 は、アメリカ合衆国が、世界恐慌から浮上し、第二次世界大戦の陰で行われた。現職大統領で、 民主党のフランクリン・ルーズベルトはそれまでの慣例を破り3期目に出馬して、それが大きな問題となった。共和党の意外な候補者は、一匹狼の実業家、ウェンデル・エル・ウィルキーであり、ルーズベルトが不況を終わらせられなかったことや、戦争に対して熱心であることに反対したダークホースだった。ルーズベルトは合衆国の強い孤立主義感情を意識しており、彼が再選されれば、 外国との戦争はないと約束した。ウィルキーは、勢力的な選挙運動を展開し、中西部や北東部での共和党の強さを復活することができた。ルーズベルトは、労働組合、大都市の政治マシーン、少数民族有権者、及び伝統的に民主党が強いソリッドサウスの支持を確立することで、余裕のある勝利を得た。その後の1947年に、 アメリカ合衆国憲法修正第22条が成立したことによって、この選挙はアメリカ史の中でも大統領候補が3期目に選ばれたことでは唯一の事例となったルーズベルトはその後4期も選出されたが、4期目の就任間もなく数ヶ月で死亡した。民主党の指名候補者1940年の冬、春及び夏を通じて、 ルーズベルトが長い伝統を破り、前例のない3期目に出馬するかについて、多くの憶測が流れた。2期という伝統は合衆国憲法で定められていたわけではなかったが、1796年に3期目、出馬を拒否したジョージ・ワシントン大統領によって、確立され、どの大統領も3期選ばれた者はいなかった。しかし、 ルイズベルトは再び候補者になる意思があるかについては明確な声明を出すことを拒んでおり、ジェームズ・ファーリーのような待望ある民主委員には三期目は出馬しないので民主党の指名を求めればよいというようなことを示唆すらしていた。しかし、ナチスドイツが西ヨーロッパを席巻し、1940年の夏にはイギリスに脅威を与えるに及んでルイズベルトはナチスの脅威に対して 自分だけが国の安全を見ていくために必要な経験と技術を持っていると決心した。ルーズベルト以外の民主党員では人気のあるウィルキーを破れないと恐れた民主党のボスたちにも助けられた民主党全国大会ではルーズベルトがフェアリーやジョン・エヌ・ガーナー副大統領の挑戦を容易に退けた。ガーナーはテキサス州出身の保守派でありルーズベルトの革新的な経済 社会政策のために2期目の途中で図を反していた。その結果、ルーズベルトは新しい副大統領候補を選ぶことにした。その内閣で農務長官を務め革新的政策の提唱者であるアイオア州のヘンリー・エイ・ウォレスが選ばれた。ウォレスについては彼が効果的な副大統領候補であるにはあまりに求心的であり、私的生活で変わり者だと感じていた。 党保守派の多くに激しい反対があった。しかし、ルーズベルトがウォレスの指名に固執し、ウォレスはアラバマ州出身の会議長、ウィリアム・バンクヘッド争った指名投票で626対325という結果で副大統領候補の指名を得た。共和党の指名候補者、1940年共和党全国大会の開催に向かう月々の間に、 共和党はどんな犠牲を払っても、戦争の局外に止まりたい党の孤立主義派と、イギリスと、その同盟国が、ドイツの全ヨーロッパ制覇を阻止するため、あらゆる戦争によらない援助を与えられる必要があると感じる干渉主義派の間に深い亀裂ができた。共和党の指名有力候補3人は、程度の違いは、あれみな、孤立主義派だった。その3人とは、 オハイオ州のロバート・タフト上院議員、ミシガン州のアーサー・バンデンバーグ上院議員及び、ニューヨーク州のトマス・イ・ルーイチ検事だった。タフトは共和党の保守派指導者であり、孤立主義の翼にあり、その強みは出身地の中西部と南部の一部にあった。バンデンバーグは上院でも年長の共和党員であり、ミシガン州大議員のお気に入りで、 もしタフとあるいはデューイで行き詰まった場合の妥協の候補者になる可能性があると考えられた。マンハッタン地区検事であるデューイは多くの悪名高いマフィアの人物、中でもニューヨーク市の組織犯罪ボスとして最も有名なラッキー・ルチアーノを監獄に送り込んだギャングバスターこととして全国的な名声が上がっていた。三人ともに予備選のシーズンに活発な選挙運動を行ったが、 党大会が開催される時までに1000人の大議員のうち300人しか候補者を決めていなかった。さらに、これら候補者のそれぞれに付け込まれる弱みがあった。タフトの率直な孤立主義とヨーロッパ戦争へのアメリカの関与反対は、1940年5月にフランスがナチスに屈し、ドイツがイギリスを脅かしている。まさにこの時に多くの共和党指導者をして、彼では、 一般選挙に勝てないと思わせた。留意の相対的若さ、1940年で38歳に過ぎなかったと外交における、強不足は、ナチス軍が恐ろしい脅威となってくるにつれて、候補者として弱くなっていく要因だった。1940年のバンデンワーグもやはり、孤立主義派であり、第二次世界大戦の間にその外交姿勢を得る、ことになった、その破棄のない、 けだるい選挙運動は選挙民の注目をつかむことはなかった。このことではダークホース候補者が現れる可能性を残した。ウェンデル・ウィルキーというウォールストリートに本拠を置く実業家がそれまで公的な役職を求めて選挙に出馬した経験がなかったにもかかわらず意外な候補者として浮上した。ウィルキーは1932年の民主党大会では ルーズベルトを推す大議員であった元民主党員であり、ありそうもない選択と考えられた。ウィルキーはルーズベルトが電力独占を解体しようとした時に歯切れのいい批判者として初めて大衆の注目を浴びるようになった。ウィルキーは11の州の消費者に電力を供給するコモンウェルスサザン電力会社の CEO だった。1933年、ルーズベルトは テネシー川流域開発公社すなわち TVA を設立し、洪水を抑え、テネシー川流域の貧しい人々に安い電力を供給することを約束した。しかし、国営の TVA がウィルキーのコモンウェルスサザンと競合することになり、このことでウィルキーが民間の電力会社と競合する TVA の試みを批判し反対することになった。ウィルキーは政府が 民間企業に対して不公平な利点を有しており、民間電力会社との直接競合を避けるべきだと主張した。しかしウィルキーはルーズベルトの社会福祉政策をすべて退けたわけではなく、実際に自由競争の仕組みではそれ以上うまく管理、できないと得るものは支持した。さらに共和党の有力候補者とは異なり、ウィルキーは連合軍、特に イギリスへの援助を強力かつ率直に提唱するものだった。イギリスにあらゆる援助を与えるという戦線復刻同然の考え方は連邦議会における党の孤立主義派指導者に同意できない東海岸の多くの共和党員の支持を得ることになった。ウィルキーの説得力ある議論はこれら共和党員に印象を与え、彼ならば魅力ある大統領候補になると思わせた。 ニューヨーカヘラルドトリビューン紙のオグデン・リード、スクリップス、ハワード新聞チェーンのロイ・ハワード、ミネアポリススター紙とミネアポリストリビューン紙、さらにデモイン・デジスター紙やルック氏の発行者ジョン・ガードナーのカーウェルズ兄弟のような当時の指導的新聞王の多くがその新聞や雑誌でウィルキーを支持した。それでもウィルキーは望みの薄い候補者のままだった。 5月8日のギャラップ世論調査ではデューイが共和党員の67%の支持を得ており、次にバンデンバーグとタフトが来て、ウィルキーは3%に過ぎなかった。1940年5月にフランス入ったナチス軍の電撃作戦はアメリカ世論を震撼させ、タフトですらカンザス州の徴収に向かってルーズベルトが国際的な危機を国内で、 社会主義を広めるために利用するとを妨げるよう、アメリカは国内問題に集中しなければならないと告げた。デューイとバンデンバーグもドイツとの戦争につながるイギリスへのいかなる援助にも反対を続けた。それでも、交戦中のイギリスに対する同情は日に日に高まり、このことがウィルキーの立候補に力となった。 共和党の党大会が開かれるまで一週間強となった6月半ばまでに、ギャラップ世論調査はウィルキーは支持率17%で2位に上昇し、1ュが支持を落としていることを伝えた。ウィルキーは彼を好む報道の注目で力を得て、そのイギリスより発言が多くの大議員の心を捉えた。大議員たちがフィラデルフィアに集まる頃、ギャラップはウィルキーが29%まで急上昇し、 デューイはさらに5ポイントを落として47%となり、タフト、バンデンバーグ、及び元大統領のハーバート・フーバーは、それぞれ8%、8%、6%でリードされていると報じた。何十万、おそらくは100万通に及ぶウィルキー支持の伝報が会場に殺到した。その多くは国中に湧き出たウィルキークラブからだった。 何百万もの署名請願書が至るところで、回覧された。1940年共和党大会それ自体でも、基調講演者である、ミネソタ州知事、ハロルド・スタッセンがウィルキーに対する指示を表明し、会場で、ウィルキーの公式マネージャーになった。何百というウィルキー支持者が、党大会会場の上の傍聴席を占めた。ウィルキーの素人的立場と、その新鮮な顔が、 大議員と同様に有権者にも訴えた。大議員たちは予備選では選ばれず各州の党指導者によって選ばれており、大衆世論が急速に変化している波を敏感に感じ取っていた。ギャラップも集会が終わるまで報告されなかった世論調査のデータで同じことを見出していた。ウィルキーは共和党への投票者の中で44%でトップに立ち、 衰えていく竜医は29%に過ぎなかった。ウィルキーを支持する聴衆が繰り返し、ウィルキーを望むと叫ぶ中で、集会における大議員たちの投票が始まった。竜医が最初の投票ではリードしたが、その後は徐々に力を失っていった。投票を重ねるごとにタフトとウィルキーが伸びていき、四回目の投票までにどちらかが指名を獲得することが明らかな勢いになった。 ミシガン州、ペンシルベニア州及びニューヨーク州といった大きな州の代議員たちが、リュウやバンデンバーグに見切りをつけて、ウィルキーに乗り換えた時が重要なポイント取り、6回目の投票でウィルキーを勝利させた。投票経過は可表の通りだった。多くの歴史家は、ウィルキーの候補指名が、いかなる政治集会の中でも、 最も劇的な瞬間の一つだったと今でも見なしている。ウィルキーが誰を副大統領候補に指名するかについてはほとんど考えられていなかったので、ウィルキーは集会の議長で、マサチューセッツ終戦室の合衆国会議員、かつ会員の院内総務でもあるジョセフ・ W ・マーティンに決定を委ね、マーティンはオレゴン州出身で上院の院内総務であるチャールズ・エル・マクナリーを提案した。 マクナリーは、指名投票の終盤で、ウィルキーを止めよう運動の急戦法であったという、事実にもかかわら、大議員たちは、マクナリーを副大統領候補に指名した。ウィルキーは、ルーズベルトが、大統領に期という伝統を破ろうとしていることを、攻撃し、もし一人の男が不可欠であるなら、我々の誰も自由ではないと主張した。過去に、ルーズベルトを支持した民主党員ですら、 ルーズベルトの3期目を認めない者がおり、ウィルキーは彼らの票を獲得できると期待した。ウィルキーは、ルーズベルトのニューディール福祉計画の中で、無能や浪費と主張した事柄も批判した。大統領になれば、ルーズベルト政権の計画の大半を引き継ぐが、より効率的に行うと述べた。しかし、多くのアメリカ人はこの時も実業界の指導者が、世界強行に責任があったと見ており、 大企業を象徴する、ウィルキーという事実は、多くの労働者階級有権写真賞を悪くした。ウィルキーは恐れを知らぬ、選挙運動家だった。共和党が依然として、世界恐慌をもたらした責任があると考え、しかもルーズベルトが高い人気を保持している工業、地帯も、しばしば放た。このような地域では、しばしば腐った果物や、農産物を投げつけられ、群衆にはやじり倒されたが、 それでも平然としていた。ウィルキーはルーズベルトがこの国を戦争に対する備えがないままにしているとも攻撃したが、ルーズベルトはイギリスが切実に必要としている武器や艦船を供給するために軍事契約の拡張や部隊予計画を打ち立てることで軍事問題を回避した。ウィルキーは続いて矛先を変え、ルーズベルトが密かに国民を 第二次世界大戦に引き込もうとしていると告発した。この告発はルーズベルトの支持者に食い込んだ。ルーズベルトはこれに応えて後に悔やむことになるのだがアメリカの青少年をいかなる外国の戦争にも送り込むことはないと公約した。11月5日の一般選挙当日、ルーズベルトは2、700万票を獲得して対するウィルキーは2、200万票となり、 選挙人投票においては、ルーズベルトが449対82と大差でウィルキーを破った。ウィルキーは1936年の選挙で、共和党候補者、アルフレッド・ランドンが獲得した票よりも600万票以上上積みし、中西部の田舎では強く農村票の57%以上を獲得した。一方、ルーズベルトは、オハイオ州シンシナティを除いて、 人口40万人以上の大都市全てを制した。青字は民主党、赤字は共和党が勝利したことを示す。数字は得票率の差。得票率差1%未満。得票率差5%未満。得票率差5%以上10%未満。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。